ご視聴くださってる画面前のあなた、こんにちは。パン研究家の内橋です。いかがお過ごしでしょうか。本日紹介するパンなんですけども、シンプルな抹茶生地をベースにしております。その中にカリッと香ばしいカシューナッツ、そして2種類のチョコレートですね、ホワイトとキャラメルを入れ込んでおります。もうね、間違いない組み合わせ。そして抹茶のほろ苦さ、カリッと香ばしいこのカシューナッツ、プラス濃厚な甘みのチョコレート、もうこの3つがですね、しっかりとですね掛け合わさって抜群にうまいパンになっております。ぜひですね、今から工程ありますので、しっかりと見ていただいて作っていただきたいと思います。ではですね、早速作っていきましょう。本日使用する食材は、ボウルの中にですね、強力粉、全粒粉、抹茶がまず入っておりまして、そして次にインスタントドライイースト、塩、浸水処理したカシューナッツと、モルト水と水になります。まず最初にですね、強力粉と全粒粉と抹茶をですね、しっかりと合わせていきます。ここでですね、しっかりとなじませることがですね、非常に大きなポイントになってますので、抹茶とかね、こういった全粒粉がですね、しっかりとなじむまでですね、混ぜ上げてください。こんな感じですね。だいたい20秒ぐらいかな。これができたら、ここにですね、インスタントドライイーストと塩を加えます。そしてね、もう一回しっかりと合わせていきます。これはね、10秒ぐらいで OK かな。で、こういう風に馴染んだら、ここにですね、浸水処理したカシューナッツを加えます。そしてね、またしっかりとここで合わせていきます。これはね、さっと混ぜるだけで OK です。これができたら、中心をですね、くぼませていただき、こちらに水とモルト水を加えます。そして全体をですね、切るようにしっかりと混ぜ合わせていきます。そしてね、こんな感じである程度馴染んできたら、今度はね、上から少し押さえながら混ぜていきます。このようにですね、約ね、30秒から45秒ほど混ぜると、粉気がですね、なくなって、しっかりと一塊になります。こうなればですね、 OK でございますので、ラップをかぶせて一次発酵へと移ります。ではですね、約1時間経ちましたので、今から1回目のパンチを行います。パンチの方法はですね、私のチャンネルではもう定番になりましたが、生地をですね、まず中心で束ねます。そしてですね、生地が手にひっついてきたら、必ず軽く湿らして生地をひっくり返します。そしてそこに巻き込むようにして表面を張らせていきます。そうするとですね、このように表面がプリンと張って、コシのある感じにね、仕上がります。こうなればね、もう最高です。ですので、このままですね、ラップをかけて2回目の発酵へ移ります。では、2次発酵、30分終わりましたので、パンチを行います。2回目のパンチはですね、作業台に移してですね、しっかりと折り込みながらパンチをするのとともに、その折り込む際にですね、チョコレートもしっかりと入れていきます。軽く生地にね、手粉振っていただき、手にもですね、つけてください。そしてですね、生地を優しく押さえながら長方形に伸ばしていきます。この時のサイズでね、15センチの約20センチの厚みがね、1.5センチほどになっております。大体で大丈夫です。このように生地が伸ばせましたら、こちらにですね、ホワイトチョコとキャラメルチョコ混ぜ合わせております。こちらをですね、入れていきます。まずは3分の2ここに加えます。このように生地のですね、中心に均等にですね、乗せてください。そして上と下からですね、観音閉じをします。そしてこの閉じた部分をしっかりつまんで閉じ切って、軽く上から押さえます。そして次にこの生地をですね、縦に移動させて軽く整えて、またここにですね、残りのチョコチップを加えます。このように先ほどと同じように真ん中に、そして同じように下と上からですね、観音閉じで閉じ切ってあげてください。そしてここもね、しっかりとつまんで閉じる。で、さっきはしなかったんですけど、パンチがこれで終わりになりますので、この横の部分ですね、こちらもですね、チョコレートが飛び出てしまうので、しっかりとつまんで閉じ切ってください。こっちもね、同じように、これで OK です。そしてね、生地の厚みを均一に綺麗に伸ばせて折り込めた生地は、このようにですね、厚みにムラがなくですね、綺麗なですね、正方形になります。こうなってたらね、もう最高です。そして次にですね、このように綺麗な正方形になりましたら、軽く生地を押さえていただき、閉じた部分を上にしてください。ここにですね、閉じ目があります。で、このまま生地を少しですね、引っ張り張らせながら巻き込んで、このように生地にね、力を与えます。こんな感じ、わかりますかね。腰が上がってですね、プリンとしてるのがわかるでしょう。こういう感じ、
こうなってればですね、しっかりと生地に力があるっていう証拠ですので、焼いた時にね、しっかりと釜伸びしてボリュームのあるですね、生地に仕上がります。ではですね、三次発酵へと進みます。ではですね、三次発酵終わりましたので、最後のパンチを行います。先ほどね、チョコチップを入れた時と同じ要領で生地をですね、軽く手で押さえながら伸ばしていきます。そして閉じ目を上にしてください。そして再度生地を整えて、同じように観音取りをします。今ね、観音閉じって言おうと思ったら観音取りって言ってしまいましたね。いや、今日もね、序盤いい感じに喋ってたんですけどね、噛んでしまいました。このね、噛んでしまうところはですね、ちょっと私のこうなんだろうね、個性っていう感じでね、いい風に捉えていただければ嬉しいです。そして次にですね、閉じ目を縦にしていただいて、同じように観音閉じですね、こことここをグッと持ってきて、しっかりとつまんであげる。で、つまんで閉じ切ってあげる。で、軽く押さえてあげて、同じようにこの横もしっかりと閉じてください。ここですね、しっかりと閉じる。で、生地をちょっと整えてあげて、押さえてあげて、そうするとね、このような少しですね、長方形のような形になります。生地はね、しっかりと力持ってるのでコシがありますね、プリンとしてます、いい感じです。ではこのまま生地を20分休ませた後、分割成形と移ります。では時間になりましたので分割を行います。軽くね、手粉を振っていただいて、少しね、上から押さえることによって大きいガスがね、発酵して出てしまっているので、それを潰します。でも少しだけでいいです。ギューってやりすぎると小さいガスとか膨れる時にね、必要なですね、気泡、そのガスまでね、潰してしまう可能性があります。そうするとね、膨らみの悪いパンになってしまいますので、潰すのは大きい気泡のみで大丈夫です。この時点でだいたいですね、13センチ、14センチの厚みが2センチ、2.5センチってとこですね。なるべく見た目もですね、綺麗なリスティックに仕上げたいので、四隅はですね、落としていきます。これはですね、先ほどお話しした見た目の部分になりますので、必ずしもね、する必要はありません。このように四隅をですね、落とせましたら、真ん中でストンと落として、あとは2等分ですね。で、このように端切りを整えたら、このまま上に乗っけてあげて軽く押さえる。同じように形を整えて、上から生地を乗っけて少し押さえる。分割が終わりましたら、クッキングシートにとって最終発酵へと移ります。こんな感じですね。いやー、緑が綺麗ですね。では最終発酵に入ります。ではですね、このように最終発酵が終わりましたので、今から焼いていきたいと思います。はい、というわけでですね、いい感じに香ばしく焼き上がりました。もうね、チョコレートの濃厚な香りが半端ないんですよね。では早速にはなりますが、いただきたいと思います。いただきます。こちらが本日焼いたパンですね。どうですか、ビジュアルめちゃくちゃかっこよくないですか。しかもコロンとして可愛さもあってね、もう抜群なんですよ、その時点でね。で、あとはこのクラストがね、パリッと香ばしくて、中のクラムはね、しっとりもっちり仕上がってるんですね。もうね、絶対美味しいんですよ。もうこの見た目とこの触っただけで分かるんですよね。では割っていきますね。うお、いいですね、この抹茶の緑でね、ゴロゴロっと入ったね、このカシューナッツ。多すぎるとカシューナッツがね、主役になりすぎるんですけど、今回はしっかりとバランスを取るために、カシュー、チョコ、抹茶がですね、しっかりとしたバランスで配合させていただいております。うん、音聞こえます？やばいんですよ。あー、いいですね。まずね、初めにガツンとチョコレートの甘みがきます。やばい。このね、底がね、ちょっとチョコレート焦げてるところ、めっちゃ美味しいですよ。そしてね、噛んでるとどん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 、その今度は生地の旨味だったり甘み、それに乗っかって抹茶がふわっとくるんですよ。やばい。で、最後に皆さん忘れてはいけないですね、カシューナッツです。ゴロッと香ばしくね、
入ってくるんですよ。それがねアクセントになってね、もうめちゃくちゃ美味しい。これでねグッとね一気にこのねパンの味がね引き締まるんですよね。いやーこれはね説明不要でマジうまです本当に。というわけで本日はチョコナッツの抹茶フランスを紹介させていただきました。今からね私はゆっくりと好きなですね濃いアイスコーヒーとともにですね食べていきたいと思います。皆様もう作られた際はですねぜひお好みのですねドリンクと合わせてね素敵な時間自家製パンライフをね楽しんでいただければと思います。ではまた次の動画でお会いできますことを楽しみにしております。皆様お体ご自愛くださいね。じゃあねまた会いましょう。バイバイ。